71地球連合軍とザフトの戦争は激化の一途をたどり、戦いの場が再び空へ移ろうとしていた頃、太平洋の孤島に空への旅立ちを決意する一人の少年の姿がありました。少年の名はプレア・レベリー。その少年はエネルギー不足に苦しむ地上の人々を救うためとある仕事を依頼されていたのです。自らに課せられた運命、その重さと輝きをきっとプレアはこの時から誰よりも信じていたのでしょう。だから彼はたとえどんな未来が待ち受けようとこの依頼を全うしようと考えていました。そして彼に託されたある存在は、私カザハナ・アジャーが所属する傭兵部隊サーペント・テールにも深く関わっていたものだったのです。激震の空で交差する新たな2つの流星、その軌跡は戦いの時代に生きる王道ならざる者たちを次なるステージへ導こうとしていました。
てて。Thank you.
ルミューレ・リュミエール、こいつはビームだろうが実体弾だろうが破ることは不可能だ。ポイントだ。選ぶべきだったな。失ってはどうすることもできまい。黙れ。こんなことでハイペリオンは負けはしない。俺の勝ちだ。ような雑魚が俺にかなうと思うな。お前の罪は俺がうがつ。決める。
ーパーコーディネーターになる。誰にも負けられない。そして奴を殺す。逃がすか。読まれたか。勝算があるからこそ俺は攻撃を加える。このままにしておけるか。絶対に逃がさんぞ。ビジネスなんだよ。
上迷惑はかけられない。よっしゃやるか。仕方ありませんね。みんなで向かえば。僕はあの人を止めたい。わかりました。俺に任せろ。やらせません。までなのか。今からでも遅くありません。もうこれ以上戦いには関わらないで。やむを得ないですね。何でもあなたの思い通りになると思ったら大間違いです。現実を見てください。少々条件が良すぎる気がします。与えられた仕事に見合う能力があります。大船に乗ったつもりでいてくれたまえ。やられるしかないのか。やるしかないなら。平和な暮らしが、みんなの思いが、今の僕を支えてくれているんです。
くやめさせないと。外しません。そんな、どんな奴が相手だって。わずかでも傷つけるわけには。ガンダムの力があれば仲間を守りきる。手を汚す覚悟はとっくの昔にできてるさ。ごきげんよう。結果ってところだな。Thank you.
兵士の生きた証となる。出られたのか。そこだ。生きている。
行くぞ。牽制ならできます。お前は一人じゃない。この体は死にたいな。脱出する。思わないでくれよ。敵として出会った以上、やるかやられるかなんだ。舞台を汚す奴も存在する権利などない。
あなたたちは僕が止めてみせます。Thank you.
俺に任せろ。無茶だけはするなよ。ゴーゴーゴー。支援を要請する。牽制ならできます。仕方ねえ、行くぞ。誰も死なせんさ。お前たちに預ける。バカだ、やられただと。意志は時代へと語り継がねばならない。たとえそれはどのような形であるんだ。力の差を見せてやろう。こっちは器用じゃないんでね、手加減はなしだ。俺にも誇りってもんがあるのさ。そいつ何こんな力、戦う以外に使い道はない。これで終わりだ。そういうことかよ。侮ったわけじゃないんだが、敵さんもなかなかやるようだ。宿命を消し去ることなど決める。
安心しろ、楽に終わらせてやる。誰も傷つけたくないけど、これ以上続けるなら手加減はできない。